モデル、俳優の中条あやみ、27、俳優の駿河太郎、45、が26日、兵庫県尼崎市内で行われた映画、アマロック、公開中大ヒットありがとう舞台挨拶に登壇。中村和弘監督を交えて、物語の舞台となった地で、漫才のような関西弁トークを繰り広げた。尼崎市を舞台に、笑って泣いて、ロックに生きる家族を描くストーリー。江口のりこ、中条が、W 主演し、笑福亭鶴瓶ら関西出身キャストが揃った。理不尽なリストラで失業し、尼崎に戻ってきた39歳の近松優子、江口はニートのような日々を送っていた。ある日、人生に起こることは何でも楽しがなが、口癖なのお天気な父、鶴瓶が突然、再婚すると言い出し、20歳の先、中条を連れてきて、鶴瓶と親子共演となった駿河は、おでん屋台の大将役を演じた。中条は、一見年の離れた鶴瓶さんと再婚する設定なので、どんなファンタジーなんかって思うんですけど、すごく笑えて泣ける素敵な映画とアピール。一方、駿河に負け、一個聞いていいですか?と切り出し、中条が鶴瓶を襲うシーンについて、息子として、どういう気持ちで見てらっしゃるのか、ずっと気になっていたと感想を求めた。駿河は、映画の中の二人として見てるから、別に自分の親父が襲われてるとは思ってないと、素直に答えて、爆笑を誘い、60歳以上のお父様方に夢を与えてくれたとにやり。